込んだりするので、すごい負荷がかかるんですね。でここに負荷がかかりやすいので、私皆さんこんにちは、アシスターの松井です。かなえです。はい、はい、今日はですね、はい、今日は発芽について、はい、ちょっと話しようと思うんですけど、はい、あのクリーニングをお預かりした時に、はい、まあ、もちろん前のね、あのクリーニングの話した時に、うん、クリーニングを見る時に何見てるかっていうと、うん、多分ほつれの話だと思うんですけど、はい、意外とほつれって気づきそうで気づかないのがありますよね、うん、で、それの一番多分多い箇所、うん、場所、そして気づかないところっていうのをね、今日はちょっと実例があるので、それを見せながら皆さんにお話したいと思います。はい、社長いいですか。はい、大体ですね、着物を着るのにですね、こう一番ほつれやすいのがこの袖付け、このお袖をつけたこの留めのとこがですね、一番ほつれやすいです。で、これは振り袖をですね、クリーニングでお預かりしてるんですけれども、この左の後ろのお袖付けがですね、ちょっとここを見ていただきたいんですけど、留めがね、外れてこういう風にちょっとほつれてるんですよね。すごい若干なんですけどね、うん、で、この裏側ももうどうしてもね、こういう風にちょっとほつれてて、本当にちょっとなんですけど、まあこれをあのそのまんまでもうクリーニングすることもできますし、これをお直ししたらですね、1箇所600円でお直しすることができますので、あのこれはですね、あの別料金、これ普通にクリーニングすると5,500円なんですけれども、まあ、ほつれがちょっと左の後ろにあって600円追加でかかりますけど、どうですかっていう引き合いをさせてもらっています。はい、はい、うん、引き合いっていうのもあるですね、相談をしてるっていうことですね。着物、はい、ね、うん、で、あのまずなんでこの袖付けのところがこんなにほつれるかっていうと、あの特に女の人はですね、ここでやっぱりこの前とか後ろのシワを寄せたりとか帯の中に入れ込んだりするので、すごい負荷がかかるんですね。でここに負荷がかかりやすいので、私お袖もともと縫ってたんですけど、留めの作業って言ってまず手で糸で留めるんですけど、とはいえやっぱり糸と針なので、どうしてもそこがほつれてくる、で負荷がかかってくるのでっていうのと、あとはまあ手をね、上げ下げするじゃないですか。で上げ下げするっていうので、ここがちょっと引っ張られたり突っ張られたりっていうのでなります。で私がもっと多いのは階段に引っ掛けます。あの階段で、階段にめっちゃ引っ掛けるんです。階段とドアノブに、こっち袖口じゃなくて、ここがね引っ掛かるんですよ、元の方がね、うん、知らない間にバッて引っ掛かって、うん、であと車に乗る時もお尻から乗るんじゃないですか、うん、お尻から乗るんだけど手をついてお尻で行くので、うんうん、この中でうまい具合に袖がね、うん、行く時があって、うんうん、ビッて、お尻の方に、そうです、ビッて行く時も、酔っ払ってるんじゃないけど大丈夫、酔っ払った時はもうそれどころじゃないことになってるので意外と、あ、だから慌ててる時ですね、行かなきゃみたいな感じで乗ろうとしたりとか、そうなのね、だから袖口より袖付けの方が女性はもう圧倒的にありますよね。もう絶対にね、ここはねほつれます。で、あの、本当にほつれやすいとか気にする人っていうのは、あの笹止め、あのいろんな言い方があるのでね、輪止めとか笹止めって言うんですけど、ここにあの生地をつけて、同じ表地と同じ生地をつけて、ね、布をね、ちっちゃく切って、それをね、こうグッと補強でするんですけど、ね、昔の着物多かったですよね、多分長く着るからでしょうね。今はなんかなかなかそういうものも簡略化したりね、少なくなりましたけど、まあ、そういう補強をしておくっていう手もね、あったりするので、あの、まあ、皆さんもちろんこの出す前にそこがほつれてないかとかを確認されるとより分かりやすいかなと思うんですけど、あの我々もきちんとそこがほつれてないかどうかとかを確認して、はい、さっき社長が言ったようにほつれてたら相談して600円で直せるけど、どうする、直しとくっていうお話をするんですね。そうですね、はい、あのいろんなところがほつれると思うんですけど、うん、意外とね補修が可能なところの方が多いので、ちょっと困ったなと思ったり、あ、ここちょっとなんだけどでも気になるっていうところがあったら、うん、ぜひそういうのもね相談しに持ってきていただければいいんじゃないかなと、はい、そうですね、はい、1箇所ね600円ぐらいからお直しできます。はい、はい、ぜひまたいつでもご相談ください。はい、よろしくお願いします。